5、流れる水には魔法がある。そのことを知らないものや感じないものがあるだろうか。鉄道技師たちは広い沼地や湖、海の中に平気で土手を築く。しかしごくわずかでも水の流れがあると、技師は細心の注意を払ってその流れの筋道や癖を研究し、川が望んでいると思われることはみんな叶えてやる。有毒なアルカリ性の砂漠を旅する者は、どんなに喉が渇いていても菅の茂った水たまりには恐れをなして近づかない。しかし池の中央に薄く明るい線があって、かすかにでも生きて流れる水の動きを認めると、喜んでその水を飲むのである。流れる水には魔力がある。どんなに邪悪な呪文でも流れる水を横切って進むことはできない。バーンズが歌った詩の主人公タマシャンターは、ひどい窮地に追い込まれた時、流水の威力を証明した。どんな化け物でも流れる水を越えることはできなかったのである。疲れを知らぬ恐るべき敵が休みなく自分の匂いを追ってくると、追われる動物は自分の運命が尽きようとしていることを感じ、恐ろしい呪文をかけられているような気持ちに襲われる。あらゆる力を使い果たし、あらゆるはぐらかしの手を使っても何の役にも立たない。ただ刻々と死が迫ってくるばかりである。しかしそういう時、善良な守りの天使は追われる獣を水の方へと導いていく。生きて流れている水のほとりへいざない。水に飛び込ませて、冷たい流れの中を走らせ泳がせる。こうしてその動物は敵の手を逃れ、新しい力を得て再び森の中へ帰っていくのである。流れる水には魔力があるのだ。猟犬たちも流れる水のほとりへ来ると、立ち止まってその辺をうろうろと歩き回る。虚しく立ち止まり、うろつく以外にどうしようもないのだ。犬たちの呪文は陽気な歌声を上げて流れる川に破られ、その威力を失ってしまう。そして野生の動物たちはおのおの自分たちの生活を保つことができるのだった。ギザボーは母親からいろいろな森の秘密を学んだが、この水の秘密もその大事な一つだった。野原さんの次に、水はあんたの大事なお友達だよとボリー母さんは言った。8月のある蒸し暑い夜のこと、モリー母さんはギザ坊を連れて森の中を抜けていった。母親は尻尾の下につけている綿のように白いクッションをチラチラさせながら、先に立って森の中を走った。その白い尻尾は道案内をするランタンのようなものだった。もっともその明かりは母親が立ち止まって腰を下ろすとすぐに消えてしまう。何回か走っては止まり、走っては止まりして聞き耳を立てながら、ギザボーとモリー母さんは池の縁へやってきた。ギザボーたちの頭の上でアマガエルがお眠りお眠りと歌を歌い、またずっと池の中の沈んだ丸太の上では、食用ガエルがいかにも威張ったような格好で、顎まで冷たい水の中に浸かりながら、ゴーゴーと鳴いていた。その声はまるで、ラム酒はうまい、ラム酒はうまいと歌っているように聞こえた。黙ってついておいで。モリー母さんはウサギの言葉でそう言うと、水しぶきを上げて池の中へ飛び込んだ。そしてすぐに池の真ん中にある沈んだ丸太めがけて泳ぎ始めた。ギザボーは思わず尻込みしたが、すぐに水に飛び込んだ。ひゃと小さな声で叫んでしまったが、すぐにあえぎながら猛烈な勢いで鼻をピクつかせて母親の真似をした。陸地を走る時のようにやたらに手足を動かすと、ギザボーの体は水の中を進んだ。こうしてギザボーは初めて自分が泳げることを知ったのだった。
ギザ坊は泳ぎ続けて、やがて沈んだ丸太のところへたどり着いた。もがくようにして丸太の上へ這い上がり、丸太の端の高くなっている乾いたところへ登った。そこには全身ずぶ濡れになった母さんがもう先に登っていた。周りには灯芯草がいっぱいに生い茂って、ついたてを立て回しのように見え、池の水はひっそりと静まり返っていた。この暖かい闇夜にスプリングフィールドから年寄りの狐がやってくるようになる。狐が来て沼地をうろつく日など、ギザ坊はいつも食用ガエルの声が聞こえる場所に気をつけているようにした。万一危険が発生した時、その声は安全地帯への案内役を果たしてくれるからだった。それ以来ギザ坊には食用ガエルの歌声は、おいでおいで、危ない時にはいつでもおいでと泣いているように聞こえるのだった。これはギザ坊が母親から教わった最新の技術だった。しかもこれは大抵子ウサギが全然教えてもらえないような技術だった。つまりギザ坊が学んだ泳ぎの秘術は、普通の家庭を終えた後でやる特別研究家庭のものだったのである。6、野生動物は老衰で死ぬのではない。その生涯は遅かれ早かれ悲劇的な最後を迎えて終わるものである。つまりある野生動物がどのくらい生きられるかということは、その動物がどれくらいの期間外敵に対抗していられるかという問題に過ぎないことになる。ギザ坊の生涯を見て言えることは、ウサギというものは一旦青年期を無事に過ごすと、壮年期はまず何とか過ごし、生涯の第三期に至って初めて殺されるということである。この第三期は我々人間が老年と呼んでいる人生の下り坂の時期である。ワタウサギの周囲はことごとく敵また敵であった。したがってその毎日の生活も逃げることの連続である。犬、キツネ、猫、スカンク、アライグマ、イタチ、ミンク、ヘビ、タカ、フクロウ、人間、さらに昆虫までもがみんなウサギを殺そうと企んでいた。ギザ坊たちが犯した冒険も何千回か見当もつかなかった。親子ともに日に一回は命からがら逃げなければならず、そういう時自分たちを救ってくれるものは自分の足と知恵だけだった。ギザ坊親子はあのスプリングフィールドから来る憎らしい狐親子に何度追っかけられたか知れなかった。その度にギザ坊たちは泉のそばにある豚の囲いへ逃げ込んだ。その囲いは鉄条網でできていたのである。そして一旦その中へ逃げ込んでしまうと、あとは狐が鉄条網のトゲで足を刺されながら間から前足を入れて、なんとかギザ坊たちを引っ掛けようともがくのをのんきに眺めていることができた。またギザ坊は一二度猟犬に駆り立てられた時、犬たちをうまくスカンクの方へけしかけておいて逃げたことがあった。スカンクはギザ坊たちにとっては犬と同じくらい危険な相手だったが、そのスカンクに見事に仕返しをしてやったのだった。だがギザ坊は一度漁師に生け捕りにされたことがあった。その漁師は猟犬と白イタチを連れていた。しかしギザ坊は運よく明くる日その漁師のもとから逃げ出した。そしてその時つくづく穴に逃げ込むことが危険だということを感じたのだった。猫に追われて水の中へ逃げ込んだことは何度もあった。フクロウやタカに襲われたことは数えきれないくらいだった。しかしあらゆる危険にはちゃんと一つずつ護身法があった。母ウサギのモリーはそういう場合の主な身のかわし方をみんなギザ坊に教え込んでいた。そしてギザ坊の方では教えられた技術をいろいろに改良し、
成長するに従って新しい技術も身につけるようになっていった。そうやっていろいろな経験を積み、年を取り、賢くなっていくにつれて、ギザ坊はだんだん自分の足を信用しなくなり、代わりに身を守るには頭が大事だと思うようになった。沼地の近くにレインジャーという名の猟犬が住んでいた。そして飼い主の男はレインジャーを鍛えるためによくギザ坊親子のどちらかを追わせた。追われるのは大抵ギザ坊だった。それは若いギザ坊が走るのを面白がり、いつも飛び出していくからだった。犬に追われるという危険なかけっこがギザ坊には面白くてたまらなかったのである。犬が来るとギザ坊はいつもこんなことを言った。ほら母さん、またあの犬が来たよ。今日も僕がひとっ走りしなくちゃね。お前は無鉄砲すぎるよギザ坊。走りすぎて今にひどい目に遭うんじゃないかと心配なんだよ。だって母さん、あのバカな犬をいじめてやるのはとても面白いんだもの。それに僕だってとてもいい運動になるんだから。もしうんと疲れたら地面をたたいて合図するから、僕が息を入れる間お母さんがちょっと変わってよ。こうしてギザ坊は飛び出していく。するとレインジャーは早速その足跡を見つけて追跡に移る。やがてギザ坊は追い回されてヘトヘトになり、後足で地面をたたいて母親に助けを求める。すると森井母さんは交代しに出ていくのだが、連絡がうまくいかない時にはギザ坊が何かうまい手を使って犬をまいてしまう。ギザ坊がどれほど森の技術に長けたかということは、犬に追われた時の逃げ方を一回見てみればよくわかる。ギザ坊は自分の匂いが一番はっきり残るのは地面に近いところだということと、自分の体が暖かい時に最も匂いが強いのだということを知っていた。だから自分の体を地面から離して30分か1時間じっとして体を冷やせば、足跡の匂いは抜けてしまうから安全だということも知っていた。そこでギザ坊は追われていて疲れると、まずクリークサイドの茨の茂みへ出かけていった。そしてそこでギザ坊は周り歩きをやる。つまりあちこちジグザグに回り歩く。歩いた後はめちゃくちゃに曲がりくねっているから、後を追ってくる犬はそこでうんと時間を食って遅れることになる。ギザ坊はその後風上にある高い丸太の E まで飛んでいき、そこから一直線にかけていく。止まると次に自分の足跡をたどって F のところまで戻る。ここでギザ坊は脇にそれ G 点まで行く。それからまた自分の足跡をたどって J まで戻り、そこで猟犬が足跡を追ってきて I の場所を通過するのを待つ。犬が行ってしまうとギザ坊は H の点まで戻り、そこから前の自分の足跡をつけて E まで戻っていく。ここでギザ坊は何か匂いをくらます手を打つか、脇へ大きく跳ね飛ぶかして、一方が高くなっている倒木の上へ飛び乗る。そして大急ぎでその高い方へ駆け上がって端にうずくまり、木のコブに化けた。レインジャーは茨の茂みにつけられた迷路のような足跡を追うのに随分時間を費やし、D 点へ着いた時には足跡の匂いはもう随分薄れてしまっていた。しかも D のところではウサギの匂いは消えていた。レインジャーはあちこち嗅ぎ回って何とか匂いを捉えようとする。散々時間を使ってやっと匂いを見つけるが、 G まで行くとそこで匂いは再び後を絶っていた。レインジャーはまたそのあたりを巡り始める。巡る範囲はだんだん大きくなり、ついにギザ坊が乗っている丸太の根元を通りかかった。だが寒い日の冷えた匂いはあまり下へは降りていかない。しかもギザ坊は道路着一つせず
まばたきもしなかったので、犬はそこを通り過ぎてしまった。しかしレンジャーは一回りしてまたやってきた。今度は丸太の下の方をまたいだが、そこで立ち止まると丸太の匂いを嗅いでみた。ふむ、確かにウサギ臭いぞ。だがもう匂いはかすかになってしまっている。それでも犬は丸太に登ってきた。ギザ坊にとっては身の縮むような一瞬だった。大きな猟犬が丸太の匂いを嗅ぎながら刻一刻と登ってくるのである。だがギザ坊は頑張った。ギザ坊の神経はよくその試練を耐えた。風の具合も大丈夫である。そこでギザ坊は相手の犬が丸太の真ん中まで登ってきたら飛んで逃げようと心に決めた。だがレインジャーはそこまで登っては来なかった。黄色い野良犬なら丸太の先にギザ坊が座っているのを見つけただろう。しかしレインジャーには見つけられなかった。レインジャーが行ってしまうと匂いも薄れたようなので、ギザ坊は丸太から飛び降りた。ギザ坊は犬に勝ったのである。7。ギザ坊は自分の母親以外に一度も他のウサギの姿を見たことがなかった。だからそのあたりに他のウサギがいるなどということは考えたこともなかった。ギザ坊は日増しに母親から離れて暮らすことが多くなったが、別に寂しいとは思わなかった。それというのもウサギは別にどうしても仲間を欲しがる動物ではないからだった。ところが12月のある日、ギザ坊が赤い花水木の藪の中でクリークサイドの大きな茂みへ通じる新しい道を切り開いていると、突然サニングバンクの上に見慣れないウサギの頭と耳が突き出しているのが目に入った。その新参者のウサギは沼地を見下ろしていたが、すぐにこれはいいところが見つかったというように沼地へ降りてきた。それもギザ坊たちの道を通ってギザ坊たちの領地である沼地へぴょんぴょん跳ねながら入ってくるのだった。ギザ坊の心には今までにない新しい思いが湧き起こった。それは嫉妬という名の凄まじい憎悪と怒りが混じり合った煮え返るような思いだった。よそ者のウサギは途中まで来るとふと木のそばで止まった。その木はギザ坊がこすり木にしている木の一本だった。ギザ坊はその木のところでいつも後足を使って立ち上がり、できるだけ高いところへ顎をこすりつけることにしていた。ギザ坊はただそうしたかったからやっていただけのことだったが、これはオスウサギならみんながやることだった。そしてこれはちゃんといろんなことに役立っているのだった。つまりそうやって木に体をこすりつけることによって木にウサギの匂いがつく。すると他のウサギはその匂いでこの辺りはもう他のウサギの家族のものになっていて、誰が住んでもいいというわけではないということを知るのである。また近所のウサギはその木の匂いから最近そこを通ったものが知り合いのウサギかどうかということを知るし、地面からどのくらいの高さのところに匂いがついているかということで、そのこすり木に匂いを残したウサギがどのくらいの背丈のものかということもわかる。ギザ坊は新参者が匂いをつけたところへ行ってみた。するとそのウサギは自分より頭の分だけ高いということが分かって、一層腹が立った。結局相手はその分だけ体も大きく頑丈なオスウサギだということになる。ギザ坊にとってこれは全く新しい経験だった。そして煮えくり返るような気持ちも今までに一度も味わったことのないものだった。ギザ坊の心には凶暴な思いが湧き起こってきた。そして口には何も入っていないのにギリギリと歯をかみしめた。それから地面の硬いところへ飛び出すと後足でゆっくり地面を叩き出した。トントントン。
これはウサギの伝報で、俺の領地から出ていけ、嫌なら決闘だという意味だった。それを聞くと新参者のウサギは大きな耳を V の字型にして立ち上がり、 2,3 秒の間じっと耳を澄ました。それから前足を下ろし、早速力強い変電を送ってきた。トントントン。これでいよいよ戦争ということになった。ギザ坊たちはお互いに脇道を通って詰め寄った。互いに相手の呼吸を伺い、有利なチャンスを得ようと隙を狙い合った。よそ者のウサギは果たして大きな堂々たるオスで、筋肉は隆々としていた。しかし後戻りするときにつまずいてみたり、ギザ坊が低いところにいるときに突撃し損なったり、いろいろヘマをやった。要するにあまり頭は良くないようで、この戦いも体重に物を言わせて勝つつもりでいるようだった。ついに相手のオスウサギはギザ坊をめがけて襲いかかってきた。ギザ坊は小さな火の玉のようになって相手を迎え撃った。2匹はぶつかり合うとすぐに跳ね上がって後足で蹴り合った。ドサンドサンと蹴り合ううちに体の小さいギザ坊はひっくり返ってしまった。相手のオスウサギはすかさずギザ坊に襲いかかり、毛皮に食いついた。ギザ坊は暴れ回ってやっとのことで起き上がったが、その時には毛を幾房も噛み取られていた。ギザ坊は足が速かったので、すぐに相手の手が届かないところへ飛んで逃げた。ギザ坊はやがてまた相手に襲いかかった。しかしこの時もまた突き倒され、ひどく噛みつかれた。相手が強すぎてギザ坊にはどうにもならない。すぐにギザ坊は自分の命を救うことだけを考えねばならなくなった。ギザ坊は体中に傷を受けていたが、力いっぱい跳ね起きて逃げ出した。しかし相手は猛烈な勢いで後を追いかけてきた。ギザ坊を生まれ故郷の沼から追い出すだけでなく、捕まえて殺してしまおうと思っているようだった。だがギザ坊は足が速く息もよく続いた。よそ者のウサギは体が大きく体重も重かったので、すぐに追跡を諦めた。これはギザ坊にとってはありがたいことだった。何しろギザ坊は体のあちこちに受けた傷と疲れのために、もう体の自由が効かなくなっていたのである。その日からギザ坊の恐怖時代が始まった。ギザ坊が今までに受けた訓練は、フクロウ、犬、イタチ、人間などに対抗する手段で、他のウサギに追われた時どうすればいいかということは全く見当がつかなかった。だからギザ坊がやったことといえば、相手のウサギに見つけられるまで地面にぴったり体をつけて隠れていて、見つかったら飛んで逃げることだった。体の小さいモリー母さんはかわいそうにすっかり怯えてしまった。ギザ坊を助けることもできず、ただ隠れる場所を探し回るだけだった。しかしどこへ隠れても、あの大きなオスウサギはすぐにモリーを見つけ出した。モリー母さんは逃げようとするが、もう年をとっていて、ギザ坊のように早く走ることはできなかった。よそ者のオスウサギはモリー母さんを殺そうとはしなかった。その代わり恋を仕掛けてきた。しかしモリー母さんはそのオスウサギを嫌っていて、いつも逃げようとする。そこでオスウサギはモリーに散々恥をかかせた。オスウサギは毎日毎日モリーにつきまとって悩ませた。だがモリーは相変わらずそのオスウサギを嫌い続けたので、オスウサギはよく怒ってモリーを突き倒し、モリーの柔らかい毛を何回も口いっぱいむしり取った。そうやって少しは気が済んで怒りが収まると、しばらくの間モリーを離してやるのだった。だがそのオスウサギの最後の目的はギザ坊を殺すことだった。
ギザ坊の逃げ回る生活には明るい希望は何一つなかった。逃げ出していけるような沼地は他になく、またちょっとうたた寝をするにもすぐに命がけで走り出せるようにしていなければならなかった。一日のうちに何回となくそのオスウサギはギザ坊が眠っているところへ忍び寄ってきた。だが油断のないギザ坊はいつも襲われる前に目を覚まして逃げた。しかし逃げると言っても本当に逃げることにはならなかった。確かにそれで一時自分の命を救うもののすぐにまた逃げなくてはならない。なんと惨めな生活を送ることになったものだろう。恐ろしい敵に対して何もすることができず、毎日森井母さんがぶたれ傷つけられるのを見ていなくてはならない。そればかりかおいしい餌のある土地は奪われ、居心地のいい隠れ場はみんな占拠されてしまった。一生懸命働いて作った道さえ通ることができない。哀れなギザ坊はこの時初めて戦利品は買ったものの自由になるのだということを知った。そしてギザ坊はあの大嫌いな狐や白イタチよりもっと激しくそのオスウサギを憎んだ。こんなことをしていてしまいには一体どうなるのだろう。ギザ坊は毎日ろくに物も食べず、逃げ回るのと見張りとに勢力を使い果たしくたくたになっていた。体の小さい森井母さんも長い間いじめ抜かれ、身も心もすっかり消耗してしまった。一方よそ者のオスウサギは全力を挙げてギザ坊を殺そうと躍起になっていた。そしてついにウサギ仲間の間で一番悪どい手だと言われている手さえ平気で使うようになった。善良なウサギならどんなにお互いが憎み合っていても共通の敵が現れれば自分たちの喧嘩は忘れるものなのである。ところがある日、大きなアメリカ長原坊が一羽沼地へ舞い降りてくると、よそ者のオスウサギは自分の方はちゃんと茂みに隠れておきながら何度も何度もギザ坊を茂みのないところへ追い出そうとするのだった。長原坊は鷹の一種である。そして鷹は一二度もうちょっとでギザ坊を捕まえそうになった。だがその度にギザ坊はなんとか茨の助けを借りて鷹の爪を逃れた。そのうちに相手のオスウサギが鷹にやられそうになり、それでオスウサギはやっとギザ坊を鷹の前へ追い出すのをやめた。しかし鷹が行ってしまうとギザ坊はまたそのオスウサギに追い回されて暮らすようになり、生活は一向に良くならなかった。そこでギザ坊はついに決心した。できることなら明くる日の夜、母親と一緒にその土地を引き払ってどこか他の土地へ新しい住処を探しに行こうと思ったのである。ところがその時、急にあの雷のような年取った猟犬が来た気配が耳に入ってきた。犬は鼻をクンクン言わせながら沼地の外側でしきりに何か探し回っているようだ。それを聞くとギザ坊は急にここで一つ賭けをやってやろうという気になった。ギザ坊はまず注意深く猟犬の前を通り抜けた。猟犬はすぐさま猛烈な勢いで追跡してきて、すさまじい追っかけ合いが始まった。ギザ坊は沼の周囲を3回駆け回った。その間に母親が安全なところへ隠れたことを確かめた。それからあの憎いオスウサギがいつもねぐらの中に収まっていることもはっきり見届けた。それからギザ坊はまっすぐにそのオスウサギの巣へ駆けつけ、出し抜けに相手の上を飛び越えながら後足で一発オスウサギの頭へ食らわせた。このバカ野郎ぶっ殺すぞ。オスウサギはカンカンに怒り、そう叫んですぐさま巣から踊り出した。ところがすぐに後から猟犬が火のついたように追いすがってくるのに気づいた。つまり
よそ者のオスウサギは猟犬に追われるギザ坊の役目を一身に引き受けることになってしまったのである。猟犬はものすごい声で吠え立てながら舞一文字にオスウサギの後を追跡し始めた。オスウサギの体重と大きな体格はウサギ同士の戦いでは大いに威力を発揮した。しかしこうして猟犬に追い立てられる羽目になるとかえって命を縮めるようなものだった。それにそのオスウサギはいろいろ身をくらます手を知っているわけでもなかった。知っている手は逆戻りだの回り道穴潜りといったようなどんなウサギでも知っているような手だけだったのである。しかも今は猟犬がすぐ後ろに迫っていたから後戻りや回り道をしている暇はなかった。おまけに穴はどこにあるのか全く知らなかった。とにかく一直線の追跡だった。どんなウサギに対しても親切な野原の茂みはそのオスウサギに対してもできるだけのことはした。しかし何の役にも立たなかった。猟犬は吠えながら猛烈な勢いでどんどん追い迫ってくるのだった。ギザ坊は母親と一緒に隠れ家に身を潜めてじっとうずくまっていた。猟犬が藪を突き破る音や茨が犬の柔らかい耳を引き裂くたびに犬が上げるわめき声などがギザ坊のいるところまで聞こえてくる。ところがそのうちに突然そういう物音がみんな止まった。そして組打ちをする音が起こり、それから大きな恐ろしい悲鳴が巻き起こった。ギザ坊にはその悲鳴が何を意味するかちゃんと分かっていた。そして思わずブルッと身震いをした。だがその騒ぎが静まるとギザ坊はすぐにそのことを忘れてしまった。そして自分がもう一度懐かしい昔の沼地の主に戻ったことを心から喜んだのだった。8。オリファントじいさんには沼の東と南にある灌木林をみんな焼き払ってしまう権利があった。泉のすぐ下にある鉄条網を巡らした古い豚の囲いの壊れかけたのをきれいに片付ける権利もやはりオリファントじいさんのものだった。だがじいさんにその権利を使われることはギザ坊やボリー母さんにとってはまことにつらいことだった。まず最初の灌木林の方にはあちこちにねぐらや見張り場所があり、2番目の豚の囲いはギザ坊親子の要塞で危険な時に逃げ込むことのできる大事な避難場所だったのである。ギザ坊とモリー母さんは長い間その沼地で暮らしてきたので、沼地のあらゆる部分は自分たちのものだというように感じていた。それも沼地の中だけでなく、沼地の周りのオリファントじいさんの辞書や建物まで自分たちのもののような気がしていたのである。だからじいさんの家のそばにある裏庭のあたりでさえ、他のウサギが入り込んでくるのは我慢ならなかった。とにかくその土地を長い間ちゃんと占有してきたのだというギザ坊親子の主張は、一応その時まで立派に権利として通用してきたものだと言わねばならない。なぜならそれは多くの民族が自分たちの国土に対して主権を主張するのと全く同じ性質のものだったからである。1月の雪解けの間にオリファント家の連中は池の周囲に残っていた大きな森を伐採してギザ坊たちの領土を八方から狭めていった。だがそれでもギザ坊たちはその小さくなっていく沼地の領土にしがみついていた。そこは自分たちの住処であり、見知らぬ場所へ移るのは嫌だったからである。ギザ坊たちの危険に満ちた毎日はその後も同じように続いた。しかし親子ともにまだ足は速く息もよく続き頭も鈍ってはいなかった。その頃ギザ坊親子はいくらか民苦に悩まされていた。
ミンクが一匹川を遡ってきて、ギザボーたちの静かな住処にさまよい込んでいたのである。ところがギザボーたちがちょっと頭を使って誘いをかけてやると、このありがたくないお客さんはオリファントじいさんの鶏小屋へ移っていった。しかしそのミンクがその後オリファントじいさんのところでどんな待遇を受けたかということはギザボーたちには分かっていなかった。だからギザボーたちは穴は使わないようにしていた。穴はみんな行き止まりで危険だったからである。そしてまだ残っている茨の茂みや寒木林のそばにいつもと同じようにしていた。初めの頃の雪はすっかりもう消えてしまっていた。そして今では天気も良くなり、暖かい日が続くようになっていた。モリー母さんはリュウマチの毛があったわけで、その辺の低い藪へ潜って盛んに赤物という草を探した。これは競争剤になるのである。ギザボーは東の土手の日当たりのいいところに弱い日差しを浴びて座っていた。オリファントじいさんの見慣れた破風型の煙突から煙が立ち上り、薄い青いもやになって下映えの中をキレキレに流れていた。煙が空に立ち上ると、明るい空を背景に鈍い褐色に見える。日の光を浴びた屋根の破風の部分は、長く連なっている茨の藪に半分切り取られたようになっていた。その影になったところは赤みを帯びた紫色に見えた。ちょうど王族の胸飾りが日の光を受けて燃え立つような深紅と黄色の光を放って輝いているようだった。家の向こうにはやはり破風と屋根をつけた納屋が家と同じように日の光を浴びてノアの箱舟のように立っていた。その納屋のあたりから小さな音が聞こえてくる。しかも煙の匂いに混じってとてもいい匂いが漂ってくる。その音と匂いから見ると納屋の裏庭で動物たちがキャベツのごちそうにありついていることが分かった。ギザボーはそのごちそうのことを考えると口の中が唾でいっぱいになった。特にキャベツは大好きだったので、その匂いに鼻をうごめかしながら盛んに目をパチパチさせた。ギザボーは前の晩その裏庭へ出かけて行って、わずかばかりのクローバーの葉を食べてきた。賢いウサギというものは同じところへ二晩続けていくことはしないものだ。そこでギザボーは賢い方法を選んだ。まずキャベツの匂いが漂ってこない場所へ移り、干し草の山から吹き落とされてきた干し草の束を食べて夕食の代わりにした。その後寝ようとする頃、モリー母さんがやってきてギザボーと一緒になった。モリー母さんは競争剤の赤物を食べ、それからサニングバンクのそばにある甘いカバの木でつつましい食事を済ませてきたのだった。その頃太陽は金色の光とまばゆい輝きを携えてどこか他へ仕事に出かけてしまった。はるか東の空に黒い鎧戸が押し上げられ、だんだん高く昇り始めた。そしてついに空全体を覆い隠し、すべての光はことごとく締め出されて、世界はどこもかしこも陰気な場所になってしまうのだった。それからもう一つ別のいたずら者がやってくる。風だ。風は太陽のいない隙に夜の舞台へ登場し、あたりに新しい厄介事をまき散らし始める。あたりがだんだん寒くなり、地面が雪に覆われていた時より寒くなったような気がし始めるのである。ずいぶん寒くなったみたい。あの雑木林があればストーブを焚いたように暖かいのにね。ギザボーは言った。松の根元の穴に潜っていたような晩だね。でもあのミンクの皮がまだ納屋の外れにぶら下がらないだろう。
だからまだ安心はできないよ、と森母さんは答えた。幹がうつろになったヒッコリーの木もなくなっていた。その木は今、材木置き場に転がっていて、ギザ坊たちが恐れるミンクがそのうつろな幹に住んでいた。そこでギザ坊と森母さんは池の南側へ跳ねていき、適当な雑木林を選んで中へ潜り込んだ。体は風の方を向けていたが、鼻はそれぞれ別の方へ向けていた。いざという時、おのおの別の方角へ走り出せるようにしておくためだった。夜が更けるにつれて、風はだんだん強く冷たくなり、夜中頃、細かい氷のような雪が降ってきた。雪は枯葉の上にちらちらと降りかかり、灌木林を吹き抜ける風に乗ってヒューヒューとうなり立てた。こんな夜は漁には向いていないようだった。ところが、あのスプリングフィールドの古狐は獲物をあさりに出ていたのである。狐は風上を目指して沼地の陰へやってきたが、そこでたまたま灌木林の風下側へ入り込んだ。この灌木林の中にはギザ坊親子が眠っていて、狐はその匂いを嗅ぎつけたのである。狐はちょっとの間立ち止まった。それからこっそり忍び足で灌木林の藪へ忍び寄った。狐の鼻はその藪の中にウサギがうつくまっていることをはっきり嗅ぎ出していた。風とみぞれが吹きつける音のために狐は随分近くまで忍び寄ることができた。そのうちに森母さんは乾いた枯葉がかすかに鳴る音を耳にした。森母さんはすぐにギザ坊の頬ひげに触った。そしてギザ坊と森母さんが完全に目覚めたとき、キツネが2匹の上に襲いかかった。ギザ坊と森母さんは眠るとき、いつも足だけはすぐに跳躍できるようにしていた。だからギザ坊たちはすぐさま吹雪の中へ飛び出した。キツネは獲物を捕らえ損なったが、すぐにすごいスピードで森母さんを追いかけ出した。一方ギザ坊は母さんとは別の方向へ突っ走った。森母さんにとって逃げる道はただ一つしかなかった。風上へ向かって一直線にただがむしゃらに走った。幸い途中でまだ凍っていない泥地の上を踊り越えた。キツネはそこで泥に足を取られ、その間に森母さんは少し距離を稼いで、やがて池の縁へたどり着いた。だが、ここでどちらかへ曲がるわけにはいかなかった。キツネはもうすぐ後ろに迫ってきていたのだ。どうしても前へ進まなくてはならない。パシャッパシャッ。森母さんは水草の間を走り抜け、すぐに深い水の中へ飛び込んだ。キツネもすぐ後からウサギを追って飛び込んだ。しかしこんな寒い夜に冷たい水に浸かるのはキツネにはやりきれないことだった。そこでキツネは途中から引き返してきた。ところが森母さんの方は引き返すわけにはいかない。行く先はただ一つ向こう岸だった。池に生えている足の間を抜けて、森母さんは深い水の中を必死になって泳いでいった。ただ運悪く、風は真向こうから吹きつけていた。氷のように冷たい水がさざ波となって泳いでいく森母さんの顔にぶつかり、頭の上で砕け散った。その上水には雪がいっぱい混じっていて、柔らかい氷が泥沼の中を分けて泳ぐように、お母さんウサギの行く手を阻んだ。暗い向こう岸の線は遥か遠くに見え、もしかするとそこには狐が先回りして待ち伏せしているかもしれなかった。しかし森母さんは激しい風を避けるために両耳をぴったりと寝かし、吹きつける風と流れに逆らって力の限り勇敢に泳ぎ続けていた。長い時間をかけてクタクタになって泳ぎ続けた挙句、やっと遠くに見えていた葦の茂みにたどり着けそうなところまで来た。
ところがその時、大きな雪の塊が水面に流れてきて、モリー母さんの行く手を阻んだ。しかも向こう岸では風が妙な音を立てた。その音はまるで狐がそこで待ち構えているように聞こえた。モリー母さんはその音を聞くと、全身の力がくたくたと抜けてしまった。そして目の前に塞がっている雪の塊を避けないうちに、再び池の真ん中の方へずっと押し戻されてしまった。だがモリー母さんはもう一度泳ぎ出した。しかし前のように早くは進まなかった。そしてみるみる泳ぐ速度は鈍っていった。それでもやがてやっとのことで高い葦の茂みの風下側へたどり着いた。しかしその時モリー母さんの足はみんな寒さのために感覚を失い、体の力はすっかり抜けて、勇気に満ちていた小さな心臓も弱まり、もう向こう岸に狐がいようといまいと、そんなことはどうでもよくなってしまっていた。それでもモリー母さんは足の間を分けて進んでいった。しかし一旦他の水草の間へ入ると、モリー母さんの進路は怪しくなり、速度もさらにのろくなった。手足の動きは鈍くなり、もう体を岸の方へ押し進めていくことはできなくなっていた。おまけにモリー母さんの体の周りには氷が張り始めていた。そしてついにモリー母さんの体は水の中を進まなくなってしまった。やがてモリー母さんの弱った冷たい手足は動きを止めた。そして毛に覆われた小さな鼻の頭は今までのようにひくひく動かなくなり、優しい光をたたえた茶色の目は死を迎えてひっそり閉ざされてしまったのである。だがその岸辺には飢えた牙を噛み鳴らす狐は待っていなかった。ギザ坊はまず最初に敵の手を逃れて逃げおおせた。そして驚きが収まって頭がちゃんと働くようになると、すぐに元来た道を走り戻った。はぐらかしをやって母親を救おうと思ったのである。ギザ坊は池の周りを回っている年寄りの狐に会った。狐はモリー母さんを捕らえようと池のそばをうろうろしていたのである。ギザ坊はその狐をおびき寄せ、池からずっと遠くへ引き離した。そして最後に鉄条網へ飛び込ませて、鋭い棘を一発狐の頭へ見舞ってやった。そうやって狐を追い払ってしまうと、ギザ坊は池の淵へ戻って母親を探した。匂いをたどったり、地面をたたいて信号を送ったりしたが、すべての捜索は虚しかった。モリー母さんの姿はどこにも見えなかったのである。ギザ坊はついにそれっきり二度とモリー母さんの姿を見なかった。また母親がどちらの方角へ逃げていったのかもついに分からずじまいになった。それというのも、モリー母さんは友達の水とともにその氷の腕に抱かれて、二度と覚めることのない長い眠りについていたからだった。しかもその水という友達はどんなことも誰にも告げ口をしないのだった。かわいそうなモリー母さん、哀れな小さい綿大うさぎ。モリー母さんは本当の女傑だった。英雄とはどういうものか考えたこともなく、何百万の女たちが自分の小さな世界で最善を尽くし、そして死んでいっている。モリー母さんもそういう立派な女性たちの一人だったのだ。モリー母さんは激しいこの世の生存競争を立派に戦い仰せた。全く立派な素質を持ったウサギだった。モリー母さんの素質は二度と滅びることのないものだった。そしてその素質はその肉体や頭脳とともにそっくりギザ坊に引き継がれていた。モリー母さんはギザ坊のうちに生きていた。そしてギザ坊を通してその立派な素質はバタオウサギの子孫へ伝えられるのである。そのギザ坊は
今でも元の沼地で生きている。オリファントじいさんはその年の冬に死んだ。そして怠け者の息子たちは沼地をきれいにしたり鉄条網の修理をしたりすることはやめてしまった。こうしてわずか1年のうちにその沼地は今までに劣らず野生味にあふれた土地になっていった。新しい木や茨が生え崩れ落ちた鉄条網は綿尾ウサギたちに多くの城を作ってくれた。とにかくその中へ飛び込めば犬も狐も攻めてこなかったのだ。ギザ坊はもう立派なオスウサギに成長していて、どんなウサギが来ても怖がるようなことはなかった。大家族を構え茶色の美しい奥さんと一緒に暮らしていた。ギザ坊がその奥さんをどこから連れてきたかということは私も知らない。だがギザ坊の子供またその子供たちはきっとこの先何年も同じ沼地でどんどん栄えていくことだろう。そしてもしあなた方がウサギの暗号電報を覚え地面の具合のいいところを選んでいつどんなふうにトントンやればいいのかが分かれば、多分日差しの明るい夕方などギザ坊の子孫たちの姿を見ることができるに違いない。